旧統一教会についていろいろ調べているところですが、まあ、調べれば調べるほど主要な国政政党に関わる大きな問題が出てきそうで、えーまあ、今後もですね、ちょっと頑張って調べていこうと思います。ということで、えー、参議院議員の浜田聡でございます、えー。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。えー、ただいま令和6年の3月5日火曜日、時間が0時20分を過ぎたところでございます。はい、今私、えー、自宅の倉敷市に帰ってきてき おりますで、ちょっとねあの、花粉症でございます。ちょっと鼻声で、まあ、聞きお聞き苦しかれかもしれませんが、ご容赦ください。そしてくしゃみしたらすいませんということで、はい、えー、今回なんですけれど、はいまあ、とりあえずあの質問収ねあを議案下の方にも送っております。まあ、これはね放送法4条関係なんですけれど、まあ とにかく今調べております、まあ旧統一協会に関連するところなんですが、まあちょっとね、あの話が、とにかくいろいろとネタがあるので、えーまあ、話がちょっと飛びすぎると分かりにくくなると思うので、まあある程度絞って話をしたいと思います。えー、まずですね、今回は、まあ、2人のね、あの人物の名前をですね、えー、まあ知っていただけたらと思います。えー、お一人はですね、宮村隆さん。 C ですね。はい。まあ、これはですね、え、脱会やということで、まあ、旧統一協会のね、信者さんをですね、あの、拉致監禁して、え、まあ、脱会させてきた、あ、という方で、え、ございます。 まあちょっと後でまた話しますで。で、もう一方がですね、後藤徹さんですね。えー、この方はですね、まあその拉致監禁をまあされた方で、まあ特に、えー、もう代表的な方でございます。まあ特にね、あの12年5ヶ月もね、あの監禁されていたということでございますので、まあとにかくね、ちょっとスケールがまあ、 違うと言いますか、もうちょっとね、あの、ま、想像を絶するような感じですよね。12年5ヶ月、今の時期にですね、ま、この、ま、監禁が、ま、あるというのが、ま、信じられなくてですね。で、ま、しかも、ま、このね、旧統一協会、44年間で、ま、信者さんがですね、4300人、監禁の、ま、被害に遭っていると、ま、いうことなんですね。ということは、私、 え正直知りませんでした。まあ、先日ですね、あのはい、あの旧統一教会、えー、世界平和統一家庭連合の、まあ、信者の方からですね、まあ、お話を聞かせていただいたと。まあ、それはねあのライブ配信でねお話をまあさせていただいて、この YouTube チャンネルにもあるんですけれど、えー、その時にねお聞かせいただいたものになります。まあ でまあ私もね、知らなかったということで、まあおそらく、まあ世間一般でも多くの方が知らないんじゃないかなと思います。まあもちろん私がね、あの、まあ今となればですね、ちょっと知っておくべきことではあったと、まあ反省はしておりますが、まあ知ってしまうとですね、まあちょっと、まあ多くの方にね、まあこの際、え、お伝えしていかなきゃいかんという感じでございます。え、統一協会関係についてはね、もうかなり報道、 まあ、もう、嫌というほどね、まあ、されたと思います。その中で、まあ、被害者というのはですね、あの、まあ、よくね、あの、報道されてましたよね。統一協会から、まあ、親がね、あの、お金を、まあ、貢がされたとか、まあ、そういうお金関係のね、お話とか、まあ、合同結婚式とか、まあ、いろいろありましたけれど、まあ、一方でですね、統一関会、 え、教会のですね、信者さんも、え、同じようにというか、もしかしたらそれよりひどいかもしれないですね。まあ、被害ですね。え、まあ、さっき言ったね、あの、<laughs> 監禁被害が4300人。これは、ちょっととんでもない数字じゃないかなと、え、いう気は、まあ、しているわけなんですね。ということ、なんですが、この拉致監禁被害については、まあ、全然、ね、報道されていないわけですよ。はい。ということで、えー、 まあまあちょっとね、あのお話が、まあこれ以上、話をね、あの、広げると、まあわかりにくくなると思うので、まあとりあえずね、あの、こっから先はですね、あの、ちょっと、え、質問収集書の話にまあ移りたいと思います。で、え、質問収集書のね、あの題材として使わせていただいたのが、まあ、 統一協会と関連するですね、後藤徹さんがですね、TBS に出された講義文、これをですね、質問収集書の題材とさせていただきました。ちょっとその講義文ね、インターネット上にありますので、紹介したいと思います。概要欄に、ね、リンクも貼っておきます。こちらになります。 はい。えー、2022年のね、9月にまあ出されたもので、まあ、2022年の8月27日だったかな、その TBS の報道特集にまあ関するね、講義ということでございます。で、まあ内容としてはですね、あの、先ほど私言いましたよね、あの TV、あの、まあ旧統一教会に関してはですね、旧統一教会からの、まあ被害、ね、お金取られたとか、そういう被害は、まあ、 あのよく報道されるんですけれど、まあ、一方で、旧統一教会の信者さんがまあ受けた拉致監禁の被害、こっちが、ね、あの全然報道されていないわけですね。だから、まあ、この、ね、法義文に関しては、そちらに関して、えー あの、やっぱり偏りすぎじゃないかという、まあ、抗議文で、私は確かにね、あの、言われてみれば、まあ、この抗議は、まあ、ま、っとうなものではないかなと思います。えー、というのもですね、放送法4条というのがね、あるわけですね。これ何かというと、まあ、要は、公共の電波を使っている、まあ、テレビのね、放送などはですね、あの、まあ、政治的に公平でなければならないというもので、えー、ございます。まあ、あの、うん。まあ、公共の電波使っているので、えー、まあまあ、ま、 ね、現状ね電子、電波オークションとかもされていない状態なので、まあ、それはね、あの、まあ、あって叱るべきかなとは思いますけれど、まあ、まあ、当然、まあ、皆さんね、あの、テレビの放送内容なんて、えー、政治的に公平かというと、まあ、少なくとも私はね、全然そうじゃないと思いますけど、まあ、今回のね、この抗議文の内容も確かにおっしゃるとりですね。 あの旧統一教会の信者さんが拉致監禁被害に遭っていたと。そういうことはまあ全然ねあの扱われていないということで、一方的にね旧統一教会をまあ批判するようなものであったということにですね。で、さらにですね、先ほど言いましたよね、宮村隆氏、拉致監禁に まあ、指南してたっていうね、もう指導的な立場であった宮村隆氏がですね、この報道特集に出てたということですよ。はい。まあ、そこの部分をですね、まあ、問題視されて、えー、まあ、結構の抗議文をまあ作られたということでございます。でですね、まあ、ちょっと、あの、後半のところだけ、え、読みましょうか。すいません。<laughs> えっとね、 ここですね。すいません。えっ、ー、とここにしましょう、えー、これまで記者は家庭連合の信者が。 違法な拉致監禁、脱会強要の被害に遭ってきた事実をほとんど報道しませんでしたが、そればかりか私を監禁して、異常な人権侵害を行い、その行為の違法性が最高裁において確定した人物を出演させながら、宮村隆の頃ね、はい、その非人間的な人権侵害について、謝罪の弁を述べさせるなどのことは一切せず、家庭連合に対する一方的な批判をさせ、その発言を公共の電波で流しました。このよう 異常な人権侵害違法行為については一切無視する一方、その実行行為者を動員して、家庭連合たたきに奔走する記者の報道は公正中立な報道と言えるのでしょうか、記者にはもはや公共放送機関としての資格はないものと断ぜざるを得ません。で、まあ、その後にですね、この宮村隆氏がまあ立憲民主党に呼ばれてまあ仕事してるっていう、まあ、その内容もま書かれています。 え、おります。で、まあ、今回ね、あの、ちょっともう画面ね、あの、戻しますけれど、この、講義文をもう全部ね、あの、コピペして、えー、質問書を一緒に、ま、しております。冒頭に、放送法4条に、ね、関してですね、まあ、政治的な公平性、えー、まあ、放送内容にはね、そう、まあ、求められるっていうことを、ま、取り上げた上で、えー、その、 次に、まあ、この抗議文をずらずらと、ま、載せてですね、まあ、最後に、ま、これらを踏まえて質問するということで、まあ、確か1個目はですね、あの、この後藤通るがですね、12年間、12年5ヶ月監禁されていたことに関する、ま、政府見解をね、まあ、聞くというもので、えー、まあ2つ目がね、確か、ま、このね、あの、 まあ2つ目、3つ目、3つ、質問3つだったんですけど、2つ目、3つ目どっちが先を忘れましたけれど、このね、抗議文に対して TBS は回答したのかどうかとか、そういうことを政府の把握しているところをまあ聞いてみるということですね。で、最後かな、この、 今回のこのね、報道特集が放送法4条にまあ抵触するかどうかと、政治的な公平性、守れてないと思うけど、まあ、どう思いますかっていう、まあ、そういうことをまあ聞いております。まあ、今ねあの、参議院の議案下ってところに、まあ、文章をとりあえず、ね、送って、あとはあの、まあ 構成のチェックなどをですね、いただくところで、まあ早ければ明日ですけど、まあ今週中には、まあ提出はできるかなとは思っております。ということで、まあとにかくね、あの、この旧統一協会のまあ問題で、まあみんなが知らないんだけど、まあ知っておくべきことをみたいなところをですね、が、まあたくさん出てきたので、ちょっと私のね、あの、 あのま、取り組んでいるというところで、えー、ございます。あのまあ、あの旧統一教会の方ねあの、私がこういうことに関わることについて、なんか,なんかリスクを、ね、犯されているので、まあ、申し訳ないみたいなあおっしゃる方いますけど、まあ、特にそれは、ねまあ、ないですね。まあもまあ、私が旧統一教会に、えー、関わるから、まああの、投票するのをやめるというような人はね、も,もともといないんですね。えー ということでありますし、まあまあまあ、とりあえず、そんな感じなんで、まあそこはね、あの、私の方で、えー、まあなんかやりがいをね、えー、ここの問題に関してはすごい感じている、まあところで、えー、ありますので、まあとにかくね、あの、他の政党が全くこの、このね、あの、問題に関わらないっていうのが、もうとにかく、 うん、どうしようもないなっていう、まあ、そんな思いは、まあ、ありますけれど。まあ、でもね、あのそれだけ、えーまあ、私のね、あの、役割は、まあ、すごいね、大きいんだというところで、まあ、仕事のやりがいをすごい感じているところでございます。ということで、えー、まあ、またね、あの、概要欄の方に、まあ、リンクね、貼っておきますので、まあ、見ていただけたらと思います。まあ、先ほどのこうもう文とかね。はい、ということで。<laughs> えー、以上です。まあ、いろいろとね、あの、ご意見いただけたらと思います。はい。えー、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。えー、ではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。NHK に受信料を払わない国民を増やすことで NHK をぶっ壊す。はい。どうもありがとうございました。くしゃみ、えー、出ずに済みましたね。はい。